2019年4月15日、福島第一原子力発電所3号機の使用済み燃料プールからの燃料取り出し作業を開始しました。事故により燃料が溶けた号機からの初の燃料取り出し、作業開始に至るまでの足跡や作業方法を解説します。福島第一原子力発電所3号機、事故時の水素爆発によって建屋が大きく損傷しました。使用済み燃料プールで冷却している566体の燃料を取り出し、より安定的に管理できる共用プールへ移送し保管する。このプロジェクトは事故当初から検討を進めてきました。まず建屋上部のがれきを撤去した後、放射線量低減のため遮蔽帯を設置、さらに放射性物質の飛散を防ぐために建屋上部にドーム型のカバーを設置しました。また作業員の被曝量を抑えるため遠隔操作できる燃料取り出し装置を新たに開発。装置の不具合などがありましたが、原因を一つ一つ洗い出し準備を進めるとともに、使用済み燃料プール内のがれき撤去作業も実施しました。ポンプ1オンにします。3、2、1、オンにしました。はい、4月15日、燃料取り出しを開始しました。燃料取り出し作業は、当社だけでなく、協力会社の皆様のご協力をいただきながら進めています。遠隔操作の燃料取扱機を使って、使用済み燃料プールにある長さ約4メートル、重さ約250キロの燃料を持ち上げます。10メートルほど離れたキャスクと呼ばれる金属製の輸送容器まで燃料を移動させた後、輸送容器の中に1体ずつ燃料を収納します。遠隔操作ですので、距離感や機械の性能を把握し、作業を進めることが難しいです。模擬施設で訓練を積んで技術を高めてきましたが、実際の現場では明るさや瓦礫の状況が変わってますので、一つ一つ丁寧に作業を進めていきたいです。輸送容器は専用のクレーンで地上階まで吊り下げてトレーラーに積み込み、3号機から敷地内の共用プールへ運んだ後、輸送容器の燃料を作業員が確認しながら共用プールにあるラックに移し替えます。キャスクの一時蓋を、取り付けたり取り外したり、あとキャスクを下ろしたりする作業を、全て遠隔操作で行わなければならないので、一つ一つのステップを、複数人で確認しながら、安全第一で、進めていっております。ダストモニタでダスト濃度を監視しながら、安全を最優先に燃料取り出し作業を実施します。さまざまな工事やですね、訓練、これを行ってまいりました。燃料取り出し作業を無事開始できたことをまずは嬉しく思っております。取り出し作業はまだ始まったばかりだと思います。遠隔操作とかですね、線量が高いという状況でありますけども、一つ一つの課題にですね、向き合いながら今後2年にわたってですね、作業を安全第一で進めていきたいと思います。燃料の取り出し実績など作業の進捗は当社のホームページなどで随時お知らせしてまいります。引き続き安全第一で作業を進めてまいります。